聖書の学びを、したいと思います。ですね、先週も言いましたけど、9月の22日、私バケーションを取ってますんで、その日はですねメッセージしないもんですから、このメッセージ、そしてもう一回、来週メッセージ、ビデオを作りますけど、その次の週はですね、YouTube の、メッセージを載せないんで、そのことは知っておいていただきたいと思います。それではですね、聖書の学びに入っていきましょう。イエス・キリストの、ミニストリーをずっとこう時系列に今まで追いかけてきてるんですけど、イエスさんはですね、先週、エリコっていう町にいてたという話だったと思うんですね。で、そのエリコっていう町で、そのイエスさんの親友であるラザロっていう人が、危篤やと、死にかけてるという話を聞いて、でいよいよですねイエスさんはラザロがいる、ベタニアという町に、行きます。今日はですねそのベタニアについてから、どうなったのかというところを、見てみたいと思います。聖書の箇所はですねヨハネによる福音書の、11章、の17節から、見ていきます。聖書をお持ちでしたら開けてください。それではですね、読んでいきましょう。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く 3km 離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。イエスさんがですね、このベタニアについてみると、もうラザロはですね、もう死んで4日経っとったんですね。4日経ってるからもう、ちょっと腐りかけてるいうか、そんな状況でもう完璧にラザロは死んでる。ほんで、その、マリアとマルタっていうのはこのラザロの、姉妹なんですけども、ね、彼女たちは非常にこの悲しんでて、で周りにですねたくさんのユダヤ人たち、多分ですねこのベタニアっていうのはもうエルサレムから3キロしか離れてませんから、このたくさんのユダヤ人たちはですねこのエルサレムの人、ベタニアやったらもう3キロ言うたらもうエルサレムの一部みたいなもんなんですけども、たくさんのエルサレムの人たちもまあ、来てたと思うんですね。で来てそのマリアさんとマルタさんを慰めてるいうかな。で多分ですねこのたくさんのこのユダヤ人たちがですねやがてイエス・キリストがあとは1週間ちょっと半ぐらいかな、エルサレムに入場するときにイエスさんをホザナホザナってこう言うた人たちかもしれませんけど、どちらにせよですね、そういった状況になってたと。もうとにかくもうマルタとマリアはもう悲しくて、イエスさんなんていうかなもう悔やんでいるか泣いてるという状況ですね。私たち人間にとってはね、なんていうかやっぱり死っていうものはものすごくやはり悲しいものや思うんですね。そんな状況でたくさんの人が悲しんでるという状況でした。でこの後ですねどうなったのか、ちょっと読んでみたいと思います。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神をあなたにお渡りになります。マルタさんとマリアさん、2人の姉妹がいるんですけど、なぜかマリアはですね家にずっとおって、でマルタだけがですねイエスさんがそのベタニアという町の近くに来たのを聞いて、でマルタの方がイエスさんを迎えに出てきよったんですね。でその迎えに行った、その多分町のちょっと外ぐらいのところでそのマルタさんがそのイエスさんにもしイエスさんあなたがいてはったらここにいてはったらそのラザロが死ぬ前にいてたらラザロは死なんで済んでたやろうにと、当然マルタさんから見ればねイエス・キリストはもうたくさんのこの奇跡を過去にしてますし、そういうことでねそのもしあなたがいたらそのラザロは助かってたやろうということでごつ悔やんでるいうかな。一つにはね多分彼女たちが何千もうちょっとイエス・キリストに早くですねラザロの病気のことを言わんかったんかなというふうにちょっと悔やんでたんじゃないかと思うんですね。ものすごくもう悲しんでて悔やんでて、でマルタさんはイエスさんにもうイエス様あなたはもうあなた神様にあなたが祈ったら父なる神はあなたにすべて何でもこうしてくれるんやからいてたら助かったやろうにとごつ悔やんでるんですね。そんな状況のことを
言うんですけど、まあ、この後にね、ただ非常に驚きなのが、イエスさんはものすごくこう、まあ、なんちゅうかな、このがっかりしてるマルタさんに対して、ちょっとびっくりするような、ちょっと不思議なことをこの後に言い張るんやね。じゃあ、まあ、そこちょっと読んでみたいと思います。次の箇所は、23節、読んでみましょう。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを、知っております。なんとイエス・キリストは、驚いたことに、とってもがっかりしている、マルタさんに向かって、いや、ラザロよみがえるで。これはちょっと驚きですけど。で、まあそういうふうにイエスさん言うたんやけども、ラザロはまあよみがえってくると。で、言うて、で、ただこのことに対して、マルタはどう答えたか言うたら、まあそうや思う言うんですけど、ただマルタはですね、なんと、まあ聖書、旧約聖書のですね、予言にある、まあ終わりの日に、人々がまあ蘇ってくるという予言をですね、言うて、まあ、ラザロも蘇ってくると思うということを言うんですけども、このマルタが理解しているこの、まあ、終わりの日っていう、これはですね、今の私たちが理解しているのと非常によく似てまして、実はその、メシアがやってくるという信仰がですね、ユダヤ人たちは強くあるんですね。で、その、メシアがやっていたとき、つまり救い主、がやってきたときに、新しい御国を建国すると。で、御国を建国したら、今までの世が、まあ、滅んでしまう。で、その世が滅ぶその終わりの時に、ユダヤ人たちが信じた人たちは蘇ってきて、そして御国に入るという、こういった、ことが、旧約聖書からもうはっきりと、予言として見え、分かってくるんですね。ほんで、このマルタをですね、そのこと言うよるわけですよ。ラザロは、まあ、やがて、メシアが来たら、その時に蘇ってくるのを私知ってますって、イエスさんに言うんですけど、まあそういうふうに答えた、マルタの、まあ、に対して、この後イエスさんはですね、引き続き、なんかとってもちょっと驚きのことを言います。この後イエスさんはマルタに対してどう言ったのか、ちょっと読んでみたいと思います。25節読んでみましょう。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。なんとね、非常にちょっと驚きやと思うんですけど、イエスさんは、なんと私は蘇りや言うたんですね。私は蘇りってどういうことこれ。で、イエスさんは私は蘇りや。しかも命や。イエスさんは自分が命や。しかも信じた人は、死んどっても、まあ、生き返るか、死んどっても生きる。蘇る。ほんで、生きてて信じたら、あなたはもう死なない。こんなんで、それをですね、イエスさんはマルタに、あんたそれこと信じるか言うんですけど、ただここで、やはり、気になるのは、一体何を、あるいは誰を信じるって書いてあります。一体何を信じたら、あなたはもう死なない。あるいは死んどっても、また、生きる。誰を信じたら、25節ね、26節、両方書いてありますけど、はっきりとここで分かるのは、私よって書いてますね。つまり、イエス・キリスト。イエス・キリストを信じたら、人は死なない。そのことをイエスさんは、マルタさんに、あんたそのこと信じるかい。イエス・キリストを信じる。で、それに対して、驚きなのは、マルタさんは、はいって答えて、これ、マルタさん、しかも、その理由がですね、あなたこそ、まあ、神の子、まあ、やがて、この、世に来る、神の子、キリストや、言うんですね。キリストっていうのは、まあ、油注がれたものって意味なんですけど、まあ、旧約聖書では、同じ、まあ、油注がれたものっていうのは、実はメシアに当たるわけですね。つまり、
メシア、あるいはキリストというのは全く同じ意味で、その神の子、キリストって言った瞬間ですね、マルタはイエス・キリストに対して、あなたこそ、ずっと旧約聖書で予言されてて、来るはずになってるメシアや、あなたこそ救い主やと。そしてあなたが来たら、まあ、この世が終わって、そして新しい御国が作られる、その、あのメシアであるのがあなた自身やと。で、イエスさんはですね、私を信じたらあなたは死なないって言ったんですけど、この私、つまりイエス・キリストは誰かって言った時に、まずはっきりと聖書を通して分かってくることは、イエス・キリストはですね、まずメシアである。そして救い主である。それ神の子。そして油注がれたもの。そして、メシアっていうのは、旧約聖書を通して、分かってくるのは、メシアはイコールエホバご本人、神が、来られるんだ。そういったそのことがもう見えてくるんですね。ほんで、そのイエス・キリストはですね、私こそメシアやと。まあ、マルタはそういうふうにイエスさん言うて。ほんで、イエス・キリストはですね、この私を信じるんやったら、あなたは死なない。しかもですね、私たち絶対忘れちゃいけないことは、イエス・キリストは蘇りの主なんですね。蘇りの神様。まあね、別に他の宗教の批判じゃないから、そういうことはちょっと理解してほしいんですけど、キリスト教をとってもユニークな宗教にしているのは、やはり、蘇りっていう、その復活、イエス・キリストは復活したっていうところがものすごいユニークなんですね。世の中たくさん宗教ありますけど、なんていうんですかね、またそれぞれの宗教の、まあ、教祖って呼ばれている人たちは、まあ、私の理解ではね、とっても立派な人たちだったと思うんですね。とってもいいことをいっぱい言うて、とっても立派な人たちが、やはり宗教の教祖として、その宗教を立ち上げはったんちゃうかなと思うんですけど、ただですね、私の知っている範囲では、その教祖がやっぱり死んで、蘇ってきたっていうのを教理にしているのは、やっぱりキリスト教だけちゃうかな。蘇ったことにしとこうっていうんじゃなくて、蘇ってきた。しかもそれがですね、このキリスト教という宗教のもう、まあ、ベース、ファンデーションになってて。で、しかもですね、蘇ったことにしとこうであればですよ。まあ、そうとちゃうかとか、もう数名の人がそういうことを本に書いたりするかもしれませんけど、イエス・キリストの場合はですね、全然違ってて、蘇ってくるって言うて、蘇ってきて、しかもそれがですね、何千人、下手したら何万人っていう人が、それをまあ目撃している。十二弟子はですね、この後、ものすごい残酷な殺され方をするんですけども、十二弟子はですね、まあ、死んでも、あるいは十二弟子だけじゃないです。もう何千人、もし何万人っていう、人たちが、初期のクリスチャンのたちはですね、残酷な殺され方を、ものすごい残酷な殺され方をするんですね。それでも、イエス・キリストの復活を目撃したんだということを、まあ、ずっとみんなに言うて、で、たくさんの人がイエス・キリストの復活を目撃したのが、キリスト教の、まあ、スタートポイントなんです。だからそういう意味ではね、非常にこの、まあ、ユニークな、やはり死を乗り越えてくることができないっていうことは、いくら、まあ、言うてもですね、やはり死に対する答えを持ってないということやと僕は思うんですけど、少なくともですね、イエス・キリストはですね、私は蘇りや。私を信じるか。私を信じたら、あなたは死なない。あなたはもう、生きとっても、死なないし、死んどっても死なない。死んどっても生きると、そのことあんた信じるか。まあ今ですね、私たちにそのことを問われてるように思いますね。まあ少なくともこのことをマルタさんに言うて、マルタさん、はいって答えるんだ。まあ、ただこの後ですね、どうなったのか、ちょっと、見ていきたいと思います。28節から。こう言ってから、帰って行って、姉妹マリアを呼び、先生が見えています。あなたを呼んでおられますと、そっと言った。マリアはそれを聞くと、すぐ立ち上がって、イエスのところに行った。さて、イエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、マリアが墓に、泣きに行くのだろうと思い、彼女についていった。ここでね、マルタさんは、イエス・キリストというか、そのマルタさんはそこを離れて、イエス・キリストを離れて、その、まあ、家に戻って、このマリアを呼んでくるんですね。ほんで、まあ、この時非常に不思議なのが、なんでマリア家におったんかなって、まあ、
マルタさんがイエスさん迎えに行ったんやから、まあ、マリアさんも一緒に行ってもよかったんちゃうか思うんですけど、マリアはなぜか家にいてですね。で、しかももっとおかしいなと思うのが、マリアが家におるの分かってるんやったら、どっちみちイエスさん、なんていうの、街の中に入るんやから、何もそのマルタと出会ったその町の外ですね、外のとこにずっといとかんでもですね、マリアに会いに行ったんです。町の中入って、マリアがね、わあ泣いてる、その家ですね、家で、マリア、お前大丈夫か元気って、で、思うんやけども、イエスさんは、町の外におって、なんとマリアを呼んでこいと。で、マリア、で、またですね、おかしいなと思うのは、この、なんで、こう、マルタさんが、マリアを呼んだときに、聖書では28節で、そっと言った。なんか非常にこう、そっと言ったというのは、マリアさんにですね、ちっちゃな声で、マリア、イエスさんが、町に来てはるよ、あんた呼んでるよ、って、なんかここそこう、優しく言うたような感じなんです。なんでそうなったんかな、どう思う？ね、これ、まあ、それは答えははっきりとあるかどうかいうのは難しいところですけど、一つね、考えられるのは、マリアは、ものすごくこう、まあ、兄弟のラザロが死んだことをショックで、もうショックでショックで、もうたまらなかったんじゃん。で、その結局、もう家でずっと泣いてて、もう動けなかったんじゃないかなと。で、そんな、もうショックで、もう泣いてるマリアに対して、イエスさんはですね、もしかしたら、あんたは、泣いてばっかりおず、立ち上がって、私の方に来なさいという意味で、言い張ったんかもしれませんけど、どちらにせよね、まあ、わからないですけども、ここで、ある程度分かってくるのは、マリアっていう人と、マルタっていう、この二人の女性の、まあ、性格がちょっとかなり違うように思うんですね。マリアさんっていうのは、まあ、聖書出てくる時どうしても感じるのはマリアさん非常に感情的な、まあ、非常にエモーショナルっていうかな。それに対してマルタは非常に現実的っていうか、マルタはですねちょっとある程度この自分 の, 兄弟のラザロの死をまあ受け入れてるような、ところがあると思うんですね。でイエスさん来はったらまあ迎えに行くし、でこのマルタとマリアのちょっと性格で、今度マリアはですね、もう泣きじゃくってる、そんな感じがしません、します、し、まあ、もうしてしまう。まあ、どちらですよね、このマリアを慰めようとして、周りにいたたくさんのユダヤ人たちも一緒にこうついて、イエスさんのおるところに、まあ、出てきようですね。で、この後どうなったのか、32節、ちょっと見てみたいと思います。マリアはイエスのおられたところに来て、お目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の怒りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。ここで非常に驚きなのが、そのマリアさんがですね、イエスさんのとこをやはり、まあ、来たと。ほんで、その時にマリアさんはイエスさんのこの足元に、まあ、ひれ伏してこう泣き始めたんですね。ほんで、そのマリアさんが言うたのが、イエスさんに、ああ、イエスさん、あなたがいてたら、私のその兄弟のラザロは死ななかったでしょうに。これ、マルタが言うたんと同じ、自分の姉妹が言うたんと同じことを、マリアさんも、イエスさんに言いようです。ただですね、面白いことに、マルタさんの時と、このマリアが言うた時は、イエスさんの、まあ、答えが違うんですね。マリアもマルタも同じことをイエスさんに言うて、ああ、イエス様、あなたがいてたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、二人ともものすごくがっかりして、もう、まあ、ラザロが死んだことでもう全て終わってもうたような、なんかもう非常にこう希望を失った状態で言うたんやろうと思うけども、マルタの場合は、まあ、彼女は多分とても現実的な、タイプの女性やったと思うんで、イエスさんはっきり言うとですね、いやいや、ラザロは蘇ってくるんやでと。ほんで、私が蘇りやでと、私を信じるか、マルタの場合は、まあ、ちょっと教理のような、まあ、言葉をこう話しかける。ところが、マリアの方は、マリアさんものすごく感情的な、で、うわ泣いてるんですね。で、この泣いてるマリアに対しては、イエスさん、くどいこと言わないですね。イエスさんも、なんとですね、非常に感情的になられて、
マリアと一緒にこう泣き張る、なんていうかな、私たちそのイエス・キリストっていうのは誰かって考えた時に、はっきりとですね、まず理解しなくちゃいけないのは、イエス・キリストは確かにメシアであり、その私たちの救い主であり、そして神様ご本人ですけども、同時にイエス・キリストはですね 100% 人間なんです。このことをキリスト教の教理っていう意味では、このことを絶対しっかり理解しないといけない。イエス・キリストは 100% 誠の神であり誠の人なんです。で、これ何を言いたいかというと、このことはとても大切で、三位一体を理解する意味ではものすごく大切だし、キリスト教ではですね、過去の歴史の中で、教会の歴史の中で、ニカイア公会議やとか、カルケドン公会議やとか、そういうとこでも、問題になった話、これがやはり、理解できていないと、本当の真の意味で三位一体はやっぱり理解できないと僕は思うんですけど、どちらにせよ、イエス・キリストは誰かって言ったときに、イエス・キリストは 100% 誠の神様。でも、100% 誠の人です。イエス・キリストは自分のことを人の子ってよう呼んではったんですね。ほんで、イエス・キリストは人の子、人として記述されている聖書の箇所を見ると、ある一時期天使よりも低くされたって書いてるぐらいで、イエス・キリストは人として私たちの感情、あなたの悲しみ、苦しみ、痛みがよくわかるどころか、ご本人も涙を流しはる。人として人の悲しみをご本人が、理解できるどころか、ご本人が悲しみを持って。ほんで、神であり、人であるイエス・キリストは、なんとですね、この人の死ということに対して、ものすごいこの霊的な怒り、悲しみを持ってはるんです。私たち人間にとって、身近な人の死っていうか、死っていうのは、ものすごく、恐怖でもあり、同時に、非常に、多分最も悲しいことだと思うんですね。本当にこうもう涙が出てきてしまう。でイエス・キリストはそのあなたの気持ち、私の気持ちをですね、人として 100% 分かってはる。そしてこのマリアさんの時はマリアさんが泣きじゃくってものすごく感情的になってもうショックの状態のこのマリアさんに対しては、マルタとマリアは同じこと言うたんですけど、イエスさんはですね、このマリアに対してはイエスさんも同じようにこう、共に泣いて、そしてそのマリアの、そのようにこのマリアにこう、対処するかな、同じようにマリアと同じ気持ちになってくださった、それがイエスさん、そんなことでイエスさんここで泣きはるんやね。で、この後一体どうなったのか、ちょっと見てみたいと思います。36節、そこでユダヤ人たちは言った、ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいた。今度はその周りにいっぱい出たユダヤ人たちなんですけど、実はこのユダヤ人たちはですね、エルサレムにもすごい近いですから、当然マリア、マルタさん、ラザロさんの友達、あるいは親戚かもしれませんね。たくさんのユダヤ人たちが来てたと。で、多分この同じ人たちが、やがてイエス・キリストがですね、入場するときに、ホザナ、ホザナって言うたやろし、またイエス・キリストは実は十字架にかかるときに、イエスさんの周りにいた人たちじゃないかなと思うんですね。ほんで、この時にこのユダヤ人たちはですね、盲人の目を開けたイエスさんがなんで、やっぱりこのラザロの死に関しては、死ということに対してはその力がなかったのかなというようなことを言う。この盲人の目っていう意味ではね、ついちょっと前にエリコでバルテマイという人の目をイエスさん開けはったよね。でその目開けてもらったそのバルテマイも多分イエスさんの近くにくっついてきとることだと思うんです。どちらにせよね、盲人の目を開けれてもやっぱり死っていう問題は解決できへんかったんかなと、いうふうにみんな言うんですけども、これ多分この同じ人たちが十字架でイエスさんが十字架にかかってる時に、イエスさんは人の、ラザロを蘇る姿が人を蘇らしたけども、自分自身は今度はやっぱり 死から勝つことができへんかったんかなって言うた人たちだったかもしれません。とにかく人間にとって死っていうのはもう最後、ファイナル、もう死を乗り越えるっていうことは人間には絶対にできへんねやという理解を私たちしていて、人を蘇らすことできても本人が死んだらもうアウトやろうというような理解だと思うんですね。事実イエス・キリスト以外、過去の全ての宗教のやっぱり教祖と呼ばれている人たちですら蘇ってきたという例はイエス・キリスト以外にないと、歴史上。そういう意味ではですね、イエス・キリストに対してこのユダヤ人たちは
盲人の目は開けたけども、やっぱり死を乗り越すことはできなかったんかなってことを言いよね。でこれに対してね、この後イエスさんはどうなったのか、38節読んでみたいと思います。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。まあイエスさんはですね、そのこの後、ラザロのお墓どこや言うて、ほんでそのラザロの、まあ、あのユダヤ人たちはこの、なんていうかな、まあ、あの、洞穴になんか死体をこう、入れてたみたいですね。ほんでその洞穴の入り口に石が置いてあって、ほんでその石取り除けなさい言うたんやけども、この時にマルタは、いやいや、イエスさん、そのもう死んで4日経ってるから、ラザロ腐ってるで。マリアさん非常に現実的な女性やと思うんですね。マリアさんは、もう泣いてるのに、マルタさんの方はですね、もう、いやもう、ラザロ腐ってるわ。で、その、マルタはですね、ラザロはもう死んで腐ってる、言うて、意思取り除けるのをちょっと、まあ、止めるから言うたんやけども、イエスさんは、おいおい、マルタ、あんたは私信じる言うてるけど、言うたやろうと、マルタに。もしあなたが信じるなら神の栄光を見るって言うたやろって、そういうふうにマルタに言うんですけども、とにかくですね、もう4日経ってますから、もう腐ってるってマルタは言うんですね。ほんで、まあでもね、この後どうなったのか、41節見たいと思います。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。なんとここで41節から42節に関してはっきりとイエス・キリストが奇跡を行ったそのまあ原点源となったのはなんと祈りであったということがはっきりとわかります。イエスさんはここで父なる神に私が祈ったことをあなた全部聞いてくださるということを私は信じてます、あ、知ってますとはっきりと宣言するんですね。皆さん知ってはるかな？あなたが祈った祈りは 100% 全て聞かれてます。祈ると、まず聖書は非常にはっきりと、全て、あなたが祈った祈りは全て聞かれる。で、祈ると何が起こるか言うと、実はですね、全て聞かれてしまうんですね。ほんで、祈った通りのことが起こる時もあるし、すぐにそうなることもあるし、時々、神様のタイミングが私たちと違うんで、待たされる時ありますけど、神様のタイミングの方が正しい。で、またですね、もっとすごいのは、私たち祈ったら、自分が期待していた以上のことを神様なさる時あるんやね。あくまでも私たちが理解しなくちゃいけないのは、神様は私たちの理解をはるかに超えた、私たちすべてご存知な、オムニシエンス、すべて全知全能の神様で、すべて私たちもすべて知ってやる。だから私たち祈ったことはどうなるかというと、祈りがすぐ聞かれるケースもありますけども、神の絶大なる、パーフェクトのタイミングで待たされる時もあるし、そしてもっとすごいことは私たちの祈りはですね、すべて聞かれるんですけど、私たちが祈っていた以上のことが、もっともっと素晴らしいことが起こる。その素晴らしいことは私たちにはちょっと理解できん時があります。私たち祈りが聞かれてないんちゃうかって とんでもない。私たちが想像をはるかに超えたことが起こってる。ほんで、イエスさんの場合は、イエスさんこのことを祈って、そして神様がその通りをしてくれたということをイエスさんは感謝するんですね。で、さてこの後どうなったのか、43節読んでみます。そして、イエスはそう言われると、大声で叫ばれた。ラザロ出てきなさい。すると死んでいた人が手と布を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来てイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。イエスさんはですね、石取り除けてそのラザロに向かって、ラザロ出てこい言うたんですね。で、ラザロはぐるぐる巻きに包帯で巻かれていて、まあ、
この地域っていうのは、なんちゅうかな、まあ、エジプトに近いいうこともあって、まあ、ミイラ化さすというかな。で、死んだ人は、その、フランケンセンスというか、その、薬物というか、その、体にですね、まあ、腐らない防腐剤を塗って、体を油で、きれいに体拭いて、その、まあ、香料、腐った時やっぱり匂いするんで、そういった香料やその、防腐剤を塗って、そして布でくるくる前で、まあ、ミイラみたいにしようですね。で、イエスさんの時もそうなったんですけども、このラザロ当然そうして、このもう、布でぐるぐる巻きにされたので、そのまま、蘇ってきようって、で、ラザロ多分ね、ちょんと飛び跳ねながら歩けないよね、布でくるまれとったら。ほんで、その、ラザロ出てきてね。ほんで、イエスさんは、ラザロ布解いたれやって言うたんですけども。ほんで、まあ、それをただ見てた、その、ユダヤ人たちは、まあ、びっくりして、で、イエスさんをたくさんの人が信じた。多分、このたくさんの信じた人たちが、イエスさんこそメシアや言うて、あと一週間ちょっとしたらですね、エルサレムの入場されるときに、ホザナ、ホザナ言うた人たちだと想像しますけども、まあ、どちらにせよね、イエスさんはここで、大きな奇跡を、まあ、なさるんやね。まあ、今日の話でね、私、こう、思うのが、やっぱりね、この、人の死っていうのは非常に悲しいもんやもんですね。人が目が見えないくなるってやったら、それだけも非常にショックやけど、もしあなたにですね、目が見えないじゃなくて、あと3日したらあなた死ぬって言われたら、どうする？やっぱり、ものすごいやっぱり、大半の人はショックやと思うんですね。あと 3日で死ぬのはもうそれで終わってまういうか、やっぱ悲しいし、ほんで、まあ、私の場合ね、まあ何回も過去に言うたかもしれませんけど、私のやっぱり、まあ息子やね、一番上の子が、22歳の時にはまあ亡くなったんですけど、で彼がね、やっぱり病院でその、ベッドの上に、まあ、いっぱいこうパイプつけられて、まあ死ぬ寸前ですね、まあ先生がパイプ取ってくれたんですけど、でも息ほとんどできないような状態で、で最後に息を引き取った時に、やはりね、まあ彼のその妹やとかね、お母さんこう周りこう泣いて、女の人はそのベッドのすぐ横でこう泣いてあって、で、まあ、男はね、私父親ですけど、泣きたいんやけど、泣いたらあかんと思ってまうんやね、男っちの。ほんで、私の場合は、その部屋から出て行って、病室から出て行って、病院のですね、まあ、ちょっと端っこの方にちょっと椅子があったんですよ。で、その椅子に今座って、待合室みたいなところに座って、ほんで、座った瞬間ね、私、頭の中では、私の息子はもう天国行って、私たちが今いる、自分たちがいるここにももっといいところに行ったんやと、神様の御手の中に、私の息子は行ったんやって言うてもね、いくら頭でこう理解したし、もう私、涙がボロボロ出てきてしまって、止まらなかったです。やはりね、人の死っていうのは、私たち人間にとっては、悲しい、身近な方が亡くなった方もたくさんこのビデオを見てある方でいてはると思うんですね。やはりそのものすごく悲しい思いになる。で、私たちの神様はそのことをものすごくよく知ってるし、人として同じように私たちと悲しんでるし、しかも怒りを持ってやる、その死に対する怒り、なぜかというとその罪が原因になって私たちは死ぬということを神様はよく知ってて、その罪、そして死に対する、その結果である死に対して神様はものすごく怒りと悲しみを持ってはるんやね。そして私たちを愛してるがゆえに、そのことを全て解決するために神ご本人が人となって来てくれたんや。そしてイエス・キリストを信じたら、私たちは永遠の命が与えられるっていうのはどういうことかというと、あの十字架で私たちの罪を全て許し、そして痛みも全てあの十字架でかかってくださって、最もここで問題になるのは、その後3日目にイエスさんがよみがえったということを信じるかということなんです。イエス・キリストは蘇って、このラザロが肉体を持って蘇ったように、私たちも肉体を持って、栄光の体を持って蘇っていきます。霊的に蘇ってくるいうだけじゃなくて、私たちはですね、肉体を持ってはっきりと蘇ってくるんだ。この信仰を持っているか、私たちがイエス・キリストが、肉体を持って、そしてこのラザロも、肉体を持って蘇ったようにですね、イエス・キリストが蘇る、そして蘇ったイエス・キリストを信じるか、で、信じたら私たちは実は救われるんだ。最後にですね、ローマ書の、10の9、まあ、ちょっと読んでみたいと思います。ローマ書の10の9、読んでみます。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。
あの救いの本当に基本はイエス・キリストはあの十字架で私たちの罪のために死んでくださったんだと、そして、蘇ってくださったんだと、これを信じないといけない。蘇りの死をあなたは信じているかどうか、イエス・キリストの蘇りを信じているかどうか。でまたですね、もしイエス・キリストが蘇ってないんやったら、私たちには本当に希望がないと思います。イエス・キリストが蘇ってくれたことによって私たちも死なない、そしてまた死んだ人も蘇ってくる、この希望と喜びが私たちクリスチャンにはある。でこれがあるからこそ私たちは喜んで、この世で、この苦しい世で神の栄光を表すために生きていくことができるし、私たちはですね、永遠の世界で永遠に生きるんだという希望があるんですね。第一ペテロの 1-3 を、これこそ最後の最後に読ませていただきます。第一ペテロの 1-3、 私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持つようにしてくださいました。皆さんはイエス・キリストのよみがえりを信じますか？信じないと希望がありますか？蘇ってこないと、人間は永遠の命があって、永遠の命があるから死んだ人も蘇ってくるんだ。あなたが死んだとしても蘇ってくるんだ。イエス・キリストは蘇りの神様、蘇りの主なんだ。そして 100% 神であり 100% 人間であるのに蘇ってくることができたんだ。人として唯一初めて蘇ってくることができたんだ。このことを私たちは理解しないと、今までは人間は絶対に死を超えることはできないっていうのは私たちの理解やし、イエス・キリスト以外の人は誰一人それをしなかったけども、イエス・キリストは人としてあの十字架でかかり、そして死んでくれたけども、蘇ってきたんだ。このことを私たちが信じたら、私たちも蘇りの主に預かることができるんだ。このことをぜひ理解していただきたいと思います。それではメッセージを終わります。天におられる父なる神様、今日のメッセージ感謝します。イエス様はラザロを蘇らすことによって、そして蘇る力を持っておられるということを、はっきりと神様は命を与えることができるんだということを示されました。私たちもこの神、そしてこの人であるイエス様を信じることによって永遠の命を与えられてことがたくさんの方に起こりますように、イエス様にお願いします。アーメン。はい、以上でした。バイバイ。